お疲れ様です。お疲れ様です。本日の動画はですが、はい、毎日 YouTube 見てくれてる人は分かってると思うんですけど、今年9月に関東出店っていうのを控えて、はい、この間営業と動画を撮ったんですよ。はい、はい、で、まあ、営業が1人と、まあ、今採用も含めて今動いてるんですけど、はい、で関東でもまあ採用するか、まあ、こっちでうまくいけば採用決まるかっていう状態で、はい、まあ、3人1パーティーぐらいで営業ね、神奈川の方か、はい、に出店って決まってるんですけど、はい、もちろん塗り替え道場のじゃあ一番大事な部分って言ったら職人さんじゃん。それを今日辻隆司マッチョに関東行けと。絶対断れそうですけどちなみにですけど、俺の計算上、はい、断ると思ってる。はい、まあまあ無理だよな、はい、どういう気持ちかっていうのを聞きたいかなって。 あいつがどれぐらいの思いで、あのコメント欄にちょっとあったじゃん、あのミッチー戻すみたいな動画あったじゃん、はい、なんかミッチーを戻したのは関東出店のためかとか。いや結構そう思ってますよねコメント見るとあんなやつお前名古屋にも名古屋で戻したよなって無理だろ関東なんか言ったら、うん、全然それはない。まあまあ正直ないです。でまあ足場塗装シーリング工事は、まあ、まずは協力業者で、はい、ね、仲間がこんだけ YouTube とかって声かけてもらえるようになったんで、はい、もう 100% 足場はもう外注扱いでいきます。外注さんでね、はい、で材料も持ってかない、あのもう毎日30件40件ないと足場チームなんか向こう作っても意味ないから。あ、そうですね、赤字になっちゃう。毎日仕事ないもん、はい、で外部の仕事がないよ。上流で使ってもいいですよっていうところがあれば、応援できてください、足場振りますよっていうところがあれば、もうそういう声かけてほしいけどな。それがあったら、そうですね、仕事あれば振りますねみたいな、はい、な、うん、でまあまあ随時あの塗装の職人、シーリングの職人、防水の職人、足場はもう在庫でやってくれるところをちょっと随時募集してますんで、はい、でまあ今日あいつの本当の気持ちっていろいろさ、はい、まあ、動画にもなった部分もあるし、なってない部分もいっぱいあると思うんですけど、はい、うん、あいつがね、 もちろん結婚したばっかで、まあ、もちろん断られる、はい、当然だし、まあ、逆にあいつが行きたいって言っても俺はまだ早いと思ってる。今のいろんな状況じゃ あいつが仕事作れる力はないから、はい、俺が足場の会社のやっとって俺一人で行ってくるわって、まあ材料もじゃあ3000万ぐらい買う、まずはとりあえず買うと、はい、言って俺だったらできる自信がある。お前と一緒やろ足場組む。私が組む。お前結構大会系でいけるでしょ。いや、モテないです。サブロックがモテます。モテるでよお前そんなもん。お前 俺と一緒に1時間以上おっても燃えずに消滅しないってことはもう折れる。もう足場ぐらい持てる俺と1時間一緒に折ること自体の方が、はい、もうやばいことだからいきますよ、うん、持ち上げる。もうここに刺さないといけないから、これをもうここまで上げないと折るね、はい、まあちょっとね今日ね、ちなみにですけど、はい、撮影 NG なんで現場がね、はい、またちょっと呼び出して、前ちょっとさらってったら、こんな仕事中にさらってってお前邪魔すんじゃねえって言ってたんだけど、 YouTube も仕事やてあ、そうですね、彼らがやるって言ったんやて、はい、やりたくねえって言ったやつに、お前 YouTube やっ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。何の話だと思う？全然わからないです。え、全然わからない。なんか一個だけ予測していって。予測っすか？うん、全然予想できないです。あ、そう、はい、関東の出店の話聞いてる？営業が関東出店の話聞いてる？営業が関東？あ、関東ですか。あ、はいはい。で、どうしても、はい、お前に関東行ってほしいってなっちゃって。ちょっと無理ですね。なんで？嫁が。嫁一緒に連れてけばいいじゃん。いや、そんな簡単じゃないですね、今状況が。いや、会社はお前、その転勤とかを、その断れんじゃん、普通の会社は。辞める？関東行ってくれてたら。やめはしないですけど、いけないって言います。それはない、それはない。もう会社で事例が出ちゃう、はい、大きい会社だったらもう事例出るじゃん、はい、どうする？もう事例が出ちゃったら一定の会社の組織だな。もうそれもう 究極の選択すぎて究極の選択です。どうする？多分とりあえず1週間考えるですね。あ、逆に考える、はい、あ、もう絶対ないじゃなくて。絶対はないですけど、うん、もう家族捨てる身ですよね。もう奥さんもちろんついてこんかもしれんけど、俺がね
それはお前が楽しみに行くかどうかわかんないんだけど、はい、やっぱ一週間考える、考えなきゃ多分でも答え出ないですね絶対、すぐおっしゃ行きますとか言えないですね一人になったら逆にじゃあ何、行くっていう可能性もあるわけ、もう行くか辞めるかしかないんだと、そうそう、行く可能性もあるし辞める可能性もありますあ、そう、それは なんでやっぱ家族、家族ですね、やっぱり、あ家族が、あの結婚したばっかりしな、そうですねで、何で関東でやってみたいとか思わん、逆に責任者で、今もうまだないですね、こっちがまだ変わったばっかじゃないですか、いろいろ、うん、ああ、そうかそうか、はい、まあ、コメント欄はもう絶対荒れると思うんだけど、これ、はい、普通にね、これをチャンスと捉えていく人もおるわけじゃん、いますね、うん、その辺はどう、行ってくれ、頼む、はい行ってくれ、関東に行ってくれ、頼むちょっと考えますすごいな、まあ、ぶっちゃけ嘘なんだわ、はい、物量がないと絶対足場やれないじゃん、そうですよね、うん、まず外注からですよねお前計算しとっただろお前、いやいや絶対これ嘘だなと思ったら、これ動画的だなこれと思ったから、いやさすがにないだろうなと、まず人行って現場決めてまず外注から始めるんじゃないかなと思ってあ、まあ、もちろん、まあ、自分のところではやらないし、まあ、向こうで募集してもいいんだけど、最悪関東やるって言ったら例えば1年とかだといける、向こうのメンバー集めて、まあ、で職人は結構募集集まるじゃん、はいはい、やっぱ本当にいいやつっていうかリーダーになってるやつがいないじゃん、はいはい、リーダーがいるわけじゃん、で なんでこの動画を思いついたかって言ったら、あのコメント欄になんでミッチ戻したかって言ったら、なんか関東行くために戻したんじゃないか、勝手に話しするんだからじゃあ俺がそんなんだったら言うわみたいなアホかなんか予測じゃなくて、なんかもうそれになるみたいな感じでみんな書いてますこれ結局もうでなんか深読みしょったやつは、いやこの会社あのやらせだから、やめてるのも本当はこれ嘘だからなとか言って書いてるやつもあったよな、いますいます、なんかあっただろそんな、そんなような書いてあった、すごいなと思って、その想像力が半端ないなと思ったけど、すごいですよね本当は、ないこともなんかあるように、はい、それはでも動画ってやっぱこういうもんなんだなと思って、うん、まあいい機会だから一つ質問として、まあ、ずっと向こう住めはないと思うの足場とかは、はいはい、1年行けってなるとやっぱお前かショーになってくるよね、はいはい、それがまあ本当にミッチー戻ってきて、だけどまあぶっちゃけミッチーはちょっと大きい話ぐらい動いてるじゃん、はいはい、うん、だからそら辺はどうなのかなと思うけどね、まあ、それはもう今単純に今ふっと思ったんだけど、正直今の時点では今すぐ行けばやっぱ無理ですけど、家庭がちゃんと落ち着けば、うん、まあ、行けるんかなって、まあ、楽しそうっちゃ楽しそうですよね、なんか、うん、その何もわからない感じで入って、うんうん、まあ、一個一個進んでいくのが勉強にはなるよな、うん、ね、何でもそうだけどやっぱ経験ってすごい強いじゃん、はい、まあ、じゃあ関東行こうか、そうですね、今決めちゃおうか、まあ、関東、まあ、ちなみに転職会議で話が出たのも全然嘘だけど、はい、うん、まあその話だったらまあ行く1年まあ考えときます考えに、まあまあでもまあ難しいよね今関東行くっていうのは、まあそういう機会が出てくるかもしれないよな、まあそうですね、まあ、みんなで行ってもいいし2人とかで行ってもいいし、まあその時にまあ若い人まず揃えとかなきゃいけないからな、下を育てとかんとチャンスには乗れないけど、うん、まあその行くことですごい成長にはなるしな、うん、さらに次のステージ、まあ今自分たちの今目の前のステージをクリアしたからな、はい、もちろん、まあ、ミッチが戻ることはまあないんですよ本当にねはい、じゃあ来週からマッチョが関東行きますので、ぜひご連絡のほどよろしくお願いしますいろいろ夜のお店教えてください、まあでもあのあれ中部地区の名古屋も飛びの募集しとる、まあ、ちょこちょこ来とるけど、うん、まあ、ちょこちょこ来とるけどやっぱ面接して本当に、まあ、続く子がいいなと思ってるんで、あのぜひ続きそうな子で、またどんどん募集して、で関東に行く要因としてね、この塗り替え道場の2年3年、まあ、必ず2年3年の間に成功したら、まあ、絶対足場を出さない、もう今民間の仕事でこの値段でよそより負けないものを作っていいものを作ろうと思ったら、やっぱ自分のところで足場もシーリングもでもやっていかなきゃいけないから、そうですね、ただ今すぐシーリングの職人さんで従業員で使ってくださいって言われても毎日仕事ないから使えないから、うん、ね、それは協力業者と、まあ、できるだけいいところ、もうそれを探すのもすごい大変だけど、ぜひあの募集の方もよろしくお願いします、お願いします、はい、あ、じゃあ最後に宣伝、あの外壁塗装のマッチングサイトと、まあ、求人で、求人も最近こうあの職人さんの登録が増えてきたんですけど、あの職人さん、あの応募側もあのぜひ
今もう200社300社ってあの掲載されてるんで、求人が会社側から職人さんにアプローチしてくるような格好にしようと思ってるんで、うちで働かないみたいな、本当のマッチングサイトみたいなやつあるじゃん、ああいう風にしてこうと思ってるんで、ぜひその辺の、 あの職人さんのプロフィールの登録と、まあ、その辺もちょっと改善していくつもりがあるんですけど、あのいっぱい触ってもらった方が改善案がいっぱい出てくるから、そのシステム会社といろいろずっと打ち合わせしてるから、あのぜひあの触ってみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。またねー。